待ってください。まだ。母さん。来ないで。マサキも下がってくれ。わかりました。来ないでください。カヤコさん。いや、ユキコさん。私は共にいるだけならば今までだってそうだろう。それじゃダメなんです。ゆかりを刺してもあなたに少なくとも今の君。何のことですか。私は私です。その混乱のもとは何だ。他者の意識を取り込む他者の記憶だと思っているものは君の中にあるその人との思い。わけがわかりません。例えば今君はよく喋っているね。私は私です。ふゆみさん、こういったユキコさん。昔のユキコはよく喋ってくれました。ミエさんというのは。ええ。ユキコさん、あなたはおとなしくて物静かな性格は。やめて。私はユキコ。この前部室でコーヒーを入れてくれた。知らない。そんなの。私は。そう、私は何も知らない。ほう、それは誰の人格かな。君が自身を偽るために被る人格の顔は。と、私には彼女が必要なのよ。君のその行為は、君はその人が好きで惹かれている。ユキコ。ごめんなさい、ユキコ。あなたも私と同じ苦しみを抱えていたのに、私も似たようなものだったから。ユキコ、ユキコ、喋らないで。もう無理よ。ダメ。じっとしてて。兄さん、お願いします。ユキコを助けて。萱原さん。兄さん。小姉ちゃんに。話して。私も死ななければ、みんな、私は母親としても。君まで死なせるわけには。どうして。大切な人を二人も殺して。あなたは生きて償うべきです。サツキの分。萱原さん、なぜユキコさんを刺したのですか。もう終わりにして。事故ではなかったのですか。そうですか。あなたは生きて罪を償ってください。ユキコの罪も全て私のものです。お願いです。死な。それはダメ。あなたを必要とし。そうですよ、萱原さん。
でも私はまだ生きてる。え、あなたの娘さんはもう一人いる。そうだろう。後で詳しいことを六色誠に問い詰めますが、あなたは罪を償い、見ていないから知らない。私はそれでもあなたは母親です。一緒にいてあげてください。兄さん、帰りましょう。こんな寒いところでは。ああ、帰ろう。お久しぶり。すまなかったね。さあね、日永見製薬も人手に渡ってしまったからね。本当に何もないところ。昔は細々と養蚕をやっていたそうだけれどね。あの子は元気？みちるかい？まだ入院は続く。そう。今度来るときに連れて。ええ。なんだい？私が出所した後。それは。ありがとう。私にはあの子がいてくれるだけでいいの。俺の人生ね。ねえ、覚えてる？今日も雪が降って。それでも懐かしいわね。でもこれは。それで結局使われることはなかったけれど。今度来るとき絵を持ってくる。え？あの時に約束したまま見せていないからね。この辺りじゃ雷鳥はいないし。待ってるわ、必ず。じゃあゆかりっち、あたしこっちだから。ええ、それじゃあまた明日。桜が綺麗ですね。あ、何か書かれるのですか？そのつもりだったんだけど、ずいぶん長い間書いていなかったからね。絵を描かれていたのですか？ずっと昔さ、初めてここだとしたら。まだ夜は冷えるから勘弁願いたいな。
ていませんよ。その後のことは全て。ありがとう。帰りましょう、兄さん。あ、そうだね。